あやちこ、新しいね。おはよしみー、ありがとうございます。ハートありがとうございます。本日南原公園です。おはようございます。おはようございます。ハートありがとうございます。おはよしよし、おはよしみんたん、花びらありがとうございます。団子ありがとうございます。ファイトありがとうございます。花びらありがとうございます。おはよう。おはよちみー。花びらありがとうございます。眩しい。ハートありがとうございます。花びらありがとうございます。おはようございます。皆さん、団子ありがとうございます。団子おいしい。今日は雪降ってない。今日はあったかそう。いや、でもちょっと寒いな。花びらありがとうございます。アオハル申し込んだよ、ありがとうございます。そう、29日の僕のアオハル公演にも出させていただきます。ぜひ待ってます。花びらありがとうございます。何？さっきの色、さっきの色。見た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 。だるまと花びらありがとうございます。おはよっち、ありがとうございます。だるまとバラありがとうございます。そんなことないよ、だってこれより全然。花びらありがとうございます。桜餅ありがとうございます。そう、今日生誕6000日なんだって。私が生まれて6000日だって。そうなんや。何それ。6000日。あ、ちょっと左右ちょうだい。置いてるけど、どうも。6000日なんだって。どうやって計算してるんだろう。6000日おめでとう、ありがとうございます。ハートありがとうございます。6000日おめ、桜餅大好き。 そうなんや。よしみ、おはよう。おはよう。どうやって計算してんのやろうね。ああ、なるほど。計算してるやつがあるのか。公演頑張ってね、ありがとうございます。そう、今日は南原 IT 公演来るよーって方も、 DMM だよーって方も、全力コール、よしみんコールたくさん待ってます。 Excel で計算でもいけるのかな。おお、いけるのか。なんかそれこそルールしか関係するやん。ね、そうだね。アプリがあるんだね。そういうサイトとかアプリがあるみたい。1万日まであと4000日。わあ、遠いなー。よしみんコールします。よろしくお願いします。花びらありがとうございます。6000日おめでとう、ありがとうございます。6000日、16年と何日なんだろう。6000日って計算してみよう。うるう年とか覗いてたけど、あ、うるう年とか覗くと16年と、これどういうことなんだろ結構普通に自分でやったら難しいと思うよ。だって30日と31日があるからね。
花びらありがとうございます、ハートありがとうございます、だるまありがとうございます、ナンバラおまけダメなそうなので仕事頑張ります、頑張れお仕事ファイトです、頑張れファーストヤッピー、野球見に行くけど野球見ずに DMM 見て帰るときは野球も見てください甲子園かな、ファーストヤッピー、野球もしっかり見てくださいエクセルでドラクエ、そうなんだ、すごいエクセルでできるんだ、プログラミングとかじゃなくてエクセルで、プログラミングで、でも授業で作ったんですよ私、ドラクエほど難しいものじゃないけど、何々が現れた倒すなんちゃらのダメージ、なんちゃらっていうのは乱数にして、なんちゃらのダメージ倒れない、なんちゃらのダメージ倒れない、攻撃倒れないみたいな、で数いったら何々の勝利みたいな、主人公の名前も自分の名前を入力できるようにして、もう超簡単なやつだけ作った授業で、プログラミングで、私で作るゲームがありました、RPG 作る、綺麗ありがとうございます、だるまありがとうございます、ハートとマシュマロね、花びらありがとうございます、あ、今日初めて私のアンダーして見るんだ、おお、じゃあ初めて成功って言い換えたことですね、わおわお、ドキドキ、団子と花びらありがとうございます、ハートありがとうございます、お仕事終わりにナンバー、わーありがとうございます、サラダ、花びらありがとうございます、そうそう、ループしてゼロになったら終了、そうそう懐かしいね、団子ありがとうございます、もぐもぐもぐ、サラダありがとうございます、ランダムで花火、おー、それを作ってないな、そんなのもあるの、ね、イベント楽しみですね、握手会待ってます、ぜひ待ってます、ナンバラ入るよ、お、お気をつけて待ってます、そうなんや、天下一品の新メニュー天津飯こってり、うわー美味しそう、こってり天津飯ってどんな感じなんだろう、固めなのかな、ハートありがとうございます、あやねちゃんおはよう、おはようございます、ハートありがとうございます、イベントの日の宿確保しました、早ー早ー、さすが、ぜひ待ってます、皆さん握手会とオンライン話し会と写メ会もありますのでね、ぜひたくさん会いに来てくださると嬉しいです、4月4日から申し込み開始だって、ワイも宿確保早ーATC ホールの握手会、6月9日が ATC ホールの、写メ会&肩叩き会、8月4日がなんか前より期間空くんだね、8月4日がパシフィコ横浜で握手会、オンラインお話し会は月に2回同日ってありますね、
何の服を着ようかな。横浜は宿確保。早ー、すごい。フル参戦待ってます。はい、たくさん会いに来てくださると嬉しいです。待ってます。ハートありがとうございます。おはよちよち、また肩叩いてもらう、待ってます。肩叩き、ハートありがとうございます。お、キャン待ちだけど番号悪い、入りますように。だるまありがとうございます。ハートありがとうございます。お、絶対行くね、待ってるよ、待ってます。ね、こってりのご飯って感じだから、天津飯のこってりって硬そう。お、握手会も待ってます。ハートありがとうございます。ね、天気確かに ATC ホールまた楽しみだね。お、生誕ティーで、おお、ありがとうございます。何の服着ようかな、握手会今から悩んじゃう。ちょっと野菜食べよう。キャベツ食べよう。花びらありがとうございます。お、前回写メ&片届き行けなかったから楽しみ。おお、いっぱい写真撮ろう。写真もいっぱい撮りましょうね。今から漏れるようにダイエット始めるよ。次はどんな服なんだろう、また制服かな。研究生は遊びに来てるめいっ子と DMM されて、おー一緒に、いいね。いいね。レインボースターありがとうございます。ジオエンには打ち込みませんが闘牛が切れそう。ハートありがとうございます。団子ありがとうございます。桜餅食べたい、ありがとうございます。よちみんおはようグルト、バラありがとうございます。尊い、今日もありがとう。釣り上げられた、本当に釣れてた。団子ありがとうございます。バラありがとうございます。賢者クオリティ高かった。次は何のコスプレにしようかな。団子ありがとうございます。勇者どうしようかな、何着ようかな。リクエストお待ちしております。今日はキャベツ食べてます。農作業。コスプレって
351どうだろう。昨日ね、あの継続チケットを使ってお休みしたんですけど、365日を27に合わせるためにあと1回もう1回ね、昨日みたいにお休みする日が作ろうと思ってるんですけど、あ、いけそう、ちゃんといけてそうだね。あともう1回休んだら365になるかな、27に。冷え込んだよね、寒かった、確かに今日寒かった。チャイナ前回やったからな。でも白チャイナも好評でしたね。そう、どんな服装するか決めよう。あとオンライン話し会はなんか企画的なやつ1日やりたいんですよね。似顔絵とか、何がいいかな。そう、オンラインならでは企画でまたぼちぼち決めますね。何がいいかな。よしみちゃんのよしみのコスプレ、コスプレっていうか T シャツっていうか、よしみんでね。ハートありがとうございます。バラありがとうございます。花びらもありがとうございます。二度寝してた、おはよう。お、寿司ティー、寿司ティーに来てくれるの待ってるね、寿司ティーね、よしみんで待ってる。嬉しい、あでも嬉しいです、たくさん入れてください。予定、花びらありがとうございます。だるまありがとうございます。似顔絵、そうそう、その場で描くみたいなやりたいなと思ったんですけど、オンラインでしかできないじゃないですか。でもスクショはさ、お話し会ってできないからちょっとそれは悲しいなと思って、スクショできないの悲しいよね。スクショして多分アイコンとかにしたいって方もいらっしゃると思うんですけど、スクショできないのかなと思ってね。あるなら。顔下げて野菜をバリ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 。花子よりでどっちが先にくしゃみ出るか対決。やっかー。で、あれでと私で。なんで？はい。何着ても似合うよ。優しい。ちいかわでいいね。いいね。かぶり物買わなきゃ、新しくちいかわのかぶり物。うん、のんびり話したい派。オンラインはのんびり話せるところがいいところですよね。そう、座って、お互い座って、まあ、立ちの方もいるかもわからないんですけど、座ったり何々ゆっくり話せて、あとはなんかあの外とかでも行けるので、うん、見せたい景色とかもできたり、握手会はまあ何よりリアルで会えるので、でもわーってなりがちだよね、握手会は。ね、たくさん会いに来てくださると嬉しいです。そう、浴衣はねしたいと思っている、夏だから。
3週半ぐらい回ってすっぴんレッスンにゲフンゲフン3週ぐらい回ってるね。確かにレアではあるけど団子ありがとうございます。もぐもぐ団子食べたい。そう、ルームスイのスーとかもありかなと思ったんですけど、でもなんか人の顔の似顔絵勝手に載せるのもなとかちょっと思って、嫌な方もいるかなとか思ってね。団子ありがとうございます。ゲームのハートありがとうございます。でも楽しみですね。ちょっと空いたもんね。そう、ちょうど1年前ぐらいに初めての握手会、初めての握手会 in 横浜じゃなくてもう一個の方なんだっけ、パシフィコじゃない方なんだっけ、ちょうど1年前だったんですよ。そういえば3月9日あ、全然違う、待って、いつだっけ、3月19日、ちょうど1年前に、どこだっけこれ、横浜じゃない、え、パシフィコだったっけ、インディクスは大阪だ、違う、なんだ、あれ、大将横浜行ってたよ、うんうん、幕張メッセだ、幕張メッセ、うん、そうだそうだ、それそれ、幕張メッセの握手会でした。ちょうど1年前ツイートしようと思ってたら、うん、ツイートしようと思ってたら気づいたらだいぶ経っちゃったね、寝転がっても話すよね握手会楽しみね、皆さんぜひ、うん、たくさん会いに来てくださると嬉しいです。待ってます。いろいろ話しましょう。最近新しくファンになってくださった方もたくさん話したいことありますし、あの新公演に出たことが結構前との違うところなので、その話いっぱいしたいですね。バンジーはいないな花びらありがとうございます。加入今ではそうそう、幕張幕張幕張メッセ、そうそう、ちょうど1年目、幕張1年前幕張メッセ、横浜か、幕張メッセ、あれネズミランドの近くだよね、千葉、あれ幕張って千葉、うん、分かんないけど、幕張メッセ、そうそう、ダンのお話し会の、お話し会じゃない、握手会ですね。初めての握手会、このワンピース着た時の3月19日紙、嬉しい。いつから発売ですか？4月4日から申し込み開始ですね。4月4日木曜日の12時から、そこから毎週15回ぐらい、木曜日の12時から金曜日の12時までっていうのが毎週続きますね。なのでぜひお待ちしてます。あれ、やっぱりバシリコ
そうだっけ。ハートありがとうございます。あれ前回が幕張メッセだっけ。えそんな気してきたわかんないそんな気してきたんだけど、前回が幕張メッセだったっけ。出てこない。自分のフォルダーを遡るも出てこない。まあでも初めての握手会で緊張してた思い出、あれあの難波式でしたね。難波式パシフィコか。 ありがとうございます。検索したら、あ前回が幕張メッセだったのか。じゃあ今回はまたパシフィコだからこっちになるってことか。わお、ATC ホールは ATC ホールのままだけどこっちになるってことね。パシフィコになるってことか。前回が幕張メッセか。え、あもう切れるやつ、びっくりした。ナンバー式、そうそうそう、前回が幕張か。そうでした。あ、通り過ぎます。わーわーあー、AKB と隣、そうだそうだそうだ、隣だったんだ。会えるかなと思ったけど会えなかった。おー、初めて最高点に入ったところ。おー、そうや、で初めての握手会の前の日が公演やったんですね。私はまだ出てなかったけど公演やったわ。そういえばね、楽しみ。4月4日から申し込みスタートです。スタート。どうだろう、南部制なんだろうね。でも完売そして追加を目指して頑張りたいと思います。ぜひたくさん待ってます。ではそろそろ壇上見しますね。朝から来てくださってありがとうございました。今日はナンバラエティ公演、7、8、9期生だけでのナンバラエティ公演です。頑張ります。ユシミンコールたくさん、そして DMM でもぜひ見てくださると嬉しいです。楽しみます。今日は13、ゆやゆやもさんありがとうございます。12、よしくんありがとうございます。11、ロンドベルさんありがとうございます。10位、ウーカムインの箱押しさんありがとうございます。9位、森竹ちゃんありがとうございます。8位、おろしさんありがとうございます。7位、みょんさんありがとうございます。6位、あさがさんありがとうございます。5位、かっちょさんありがとうございます。4位、よんさんありがとうございます。そして3位はドゥルル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 ン、アンケンさんでした。ありがとうございます。パチ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 。そして2位はドゥルル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 ン、みものさんでした。ありがとうございます。パチ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 。そしてこの IC の1位はドゥルル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 ルン、マキシさんでした。ありがとうございます。パチ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 。ありがとうございます。今日は、今日も朝から来てくださってありがとうございました。寒いですが暖かくして良い一日をお過ごしください。
よしみあやね、うちはアバターもたくさん来てくださってありがとうございます。配信でもしてます、ありがとうございます。劇場でもお会いしましょう。ゲームのハートありがとうございます。 DMM 配信でもぜひ見てください。では次の配信も来てくれるかな。バイバーイ、良い一日を。いいとも。